九州山口など11の会場で開催されたホークスの野球教室ベースボールキッズ。佐賀県武雄市の会場には柳田選手や貝野投手らが参加しました。ところが、おや、一人だけ違うユニフォームの選手が、ユニフォームを忘れてきてしまいました。ドームに忘れてきてしまったという貝野投手、背中には手書きで貝野20番と書き込まれていました。近いわ、もう絶対ギーさん取ってください。ほんまにほんますんません、マジですんません。それでも仕事はバッチリこなします。 OK、 じゃあ今からみんながこの円の中に入ってもらいます。ありがとう。コロナ禍によって過去2年はオンラインでの開催、3年ぶりに直接子どもたちと過ごす時間です。ダブルダブルダブル。また柳田選手はバッティング指導、子どもたちに極意を伝えます。バッティングは遊びなんで、遊びで楽しく打ってください。 OK ですか？気持ちよく打る。 OK。オーケー。はい。もう上手やん。オーケー、ナイス。そんなギータがスイングを披露します。しっかりまっすぐドン。わかる。じゃあ思いっきり。はい、行く。大歓声。めちゃめちゃすごかった。楽しかったです。いろいろななんか。めったに会えない選手とかにいろいろ会えて、久しぶりだったので、まあ自分の子供と同じぐらいの子もいましたし、またなんか、はい、楽しくできました。はい、子供ってのは元気だなというのは、改めて感じましたね。はい、パワーを感じました。